楽ウマクッキング。今日は時間がなくても大丈夫、アイデアがあればでおなじみ、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、忙しい主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は発酵パワーで体元気メニューというテーマでお送りしています。今日はこちらを作ります。広島菜のチャーハン、そしてポカポカ味噌スープ。はい、広島菜と味噌が発酵食品ですが、もうこの2つ合わせて作っていただきたいですね。そうですね、はい、相性抜群のメニューとなっています。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、まずね、はい、その広島菜からね、いきましょう。はい、広島菜なんですけども、これね、切っていくんですけども、はい、こういうふうにね、茎からこう縦に裂く、裂くんです。そうするとね、みじん切りにするときにね、すごくみじん切りしやすいです。綺麗に裂けますね。そうなんですよ、包丁使うよりもね、裂く方がいいと思う。はい、でこうしてみじん切りにするとやっぱり食べやすくなりますよね。今日は本漬けの広島菜を 50g 使います。そう、本漬け色が違うでしょう。ちょっと別個色なんですよね。これはね、ちょっとじっくり漬け込んで、古漬けとも言いますよね。なるほどね。うん、パッケージに浅漬けとかね、本漬け、古漬けとか書いてありますもんね。はい、じゃあ今日は本漬けを使ってください。はい、はい、で次ね、ネギいきましょう。ネギ、今日白ネギ用意しました。でこれもね、粗みじんに切りたいんですけども、こういうふうにね、斜めにね、斜めに、うん、浅くね、切り込み入れていくんです。はい、はい、でこれ表したら裏側も、はい、入れていきますね。はい、こういうふうにね、3分の1ぐらいのところまで、うん、そうです、そうです。はい、で入ったらばこっちからもう刻んでいってください。はい、あ、これで輪切りの感覚で切っていくと、そうなんですよ。そうするとこう粗いザクザクっとしたね、みじん切りができます。ほんと粗いですね。ちょうどいい粗さですね。そうなんです、ちょうどこれぐらいがいいのでね、ちょっと白ネギの食感も感じられて、存在感が残るみじん切りですね。そうなんですよね。でこれ早いと思います。切り込み入れたことと違いますね。ね、はい、じゃこれね、置いておきましょう。はい、でこれもうね、まな板はいいですのでね、包丁とお願いします。さあ、で次ご飯いきましょう。はい、これね、ご飯なんですけども、冷やご飯です。常温のご飯でも大丈夫と思います。何でも大丈夫。うん、はい、でこれにですね、今日これ日本酒なんですよ。はい、これ大さじ2ほどあるんですけども、結構入りますね。うん、かけて、はい、それで、かける、うん、でなじますというか、ちょっとこう切ってね、しときましょう。うん、でこれがね、今日のね、楽ワザになるんです。うん、こういうふうにね、ご飯、日本酒っていうかお酒をかけてね、これちょっとこうほぐしておくと、うん、炒めた時にパラパラになるんですよ。やっぱりチャーハンはパラパラがいいですね。いいですもんね。うん、冷やご飯の塊とかなりやすいですけど、そうです、そうです、ほぐれていきますね。うん、そう、もうこの時点でね、割にほぐれていますのでね。うん、はい、でこれ後で炒めていきますので、ね、はい、アルコールも飛んでくれると思うので、なるほど、こんな風にやっておきましょうね。はい、じゃあこれはこれで置いておきましょう。はい、はい、じゃあチャーハンの上ができましたね。はい、次のスープの方いきますね。スープ、はい、スープの方なんですけども、これ鍋の方にごま油が入っています。でこの中に入れていきますね。まずこれ、ニンニクのみじん切りが入ります。はい、4分の1かけ分のニンニクのみじん切り。はい、でこれ生姜ですね。生姜も同量です。はい、同じです。でちょっとこれね、あ、いいですか、これちょっと炒め、はい、匂いが出るまでね、すぐ出てくれるとは思うんですけど、ちょっといい香り立ち始めてますね。そうなんです、そうなんです。もういいですね。じゃあ入れたところへ、これ豚のひき肉用意しました。これ入れていきますね。はい、今日は 40g 豚ひき肉を使います。はい、でこれ炒めていきますね。はい、これ今日ひき肉用意しましたけども、ここが豚こまだったりね、なんかそんなものでもいいと思います。ただ少し、うん、お肉が入ると出汁になりますのでね。じゃあ家にちょっと余っているお肉を入れるぐらいで、入れたらいいと思いますよ。はい、これも色が変わってきましたの で、 いいですね。はい、ここに豆板醤ですね。これ豆板醤入れていきます。これも発酵ですね。そうなんですよ。はい、で豆板醤もやはりこういうふうに炒めていきますね。今日はポカポカ味噌スープということですけど、味噌汁じゃないんですね。はい、ね、違うんです。味噌は使うんですけどもね。でこれ豆板醤もやっぱり炒めた方がね、美味しくなるのでね、しっかり炒めていきます。はい、いい香りしてきました。ね、はい、じゃあもう豚肉の色も変わってきましたね。ここでもやしですね。はい、入れてください。もやし袋半分分。はい、でこれで炒めていきますね。今日これもやしだけしか入ってないですけども、はい、お家にあるお野菜入れられたら何でもいいと思いますよ。今日はじゃあこの味付けさえ覚えてもらえれば、うん、そうなんです。もう野菜は何でも何でもいいです。うん、じゃあちょっと冷蔵庫の整理にもいいですね。そうですよね。はい、でこういうふうに、ね、炒めていきますね。はい、でももやしにね、したらこうテラテラとした油が回ってきましたよね。はい、はい、したらそこへ水を入れてください。はい、
しいですね、はい、お水は350ml です、はい、水入れたらねこれちょっとねアクが出てくると思いますので、はい、これ青山さんにアク取りお願いしてもいいですか。わかりました、はい、そういう地味な作業は大丈夫よろしくお願いします。ひたすらアクを取り続けます。そうですね、はい、でその間にチャーハンの方いきますね、はい、チャーハンの方なんですけれどもこれサラダ油がね、うん、サラダ油が大さじ2分の1入ってます、はい、でこの中にですね、はい、これ溶き卵2個分です。まず卵、うん、入れていきますね、はい、はい、入れたらば、うん、ちょっとねこれ半熟程度にね火を通していきますね。もうあんまり火を通せすぎないでねここはね、うん、ちょっと固まってきたかなっていうぐらいで入れていきますね。もうこれでいいと思います。もういい、もういい、はい、でこれだけ本当の半熟ですね。そうなんです。でこれ一応ね出しておきます。これ後で入れる。そうなんです。はい、でこのまま使っていきますね、はい、でこの中に油を足します。サラダ油大さじ1を足しておきますね、はい、はい、足したらばここへまずねネギの方を炒めていきます。粗みじんにした白ネギを入れます、うん、やっぱり匂いが出ますのでね。あ、じゃあまずネギの香りを出すわけですね、うん、いいですね。はい、これで炒めていきますね、はい、これもねすぐね匂いが立ってくれると思います。ネギのいい匂いがしてきましたね、はい、してきましたね、はい、じゃあねここへ先ほどの粗みじんに切ったね広島菜の方を入れていきます。ここで広島菜。そうなんですよ。で一緒に炒めていきます ね、はい、で今日のうま味なんですけども、はい、広島菜の本漬け、ちょっと酸っぱさもあるんですけどね、これ油ととっても相性がいいんですよ。なので、ね、炒めるとやっぱり美味しさぐっとアップしてきますのでね。じゃあ酸っぱくなってきたなと思ったらこういう油と合わせるといいんですね。油と炒めてね召し上がれるとね、うん、結構美味しく。今日はチャーハンですけどその他の炒め物ちょっと入れたりとかいいですよ。はい、で匂いが立ってきたのでここへですね、今日ね焼き豚です。これはい、ね、これもみじん切りですね。みじん切りです、はい、大体も広島のと一緒、みんな一緒ぐらい粗みじんですね。でこれ今日焼き豚入れましたけども、これがベーコンであったりハムであったりしてもいいと思います。あ、じゃあ家にちょっと余ってるハム、ソーセージ、ベーコンなどいいですね。はい、ですね、もう少し火小さくしてもいいかな。これありがとうございます。で炒まったところへさあ先ほどのご飯入れていきますね。こっからですよチャーハンは、はい、で炒めていきますね、はい、ほらこうするとね割にお酒振ってるのでね楽にほぐれてくれる。ほぐれるほぐれる。そうなんですよ、塊がね割に少ないと思います。あの白いご飯が固まってるところが残ってるとチャーハンちょっとがっかりしますもん ね、はい、でこれでもうほぐしながら炒めていきますね。でこれあのお酒だいぶかかってますのでここにしっかりアルコール分飛ばしてくださいね、はい、なるほど。もうちょっとってやってみるかな。あ、具材との混ざりもいいですね。いいですね。同じような、ね、粗みじんにしてますのでね、ここは混ざりがいいと思います、うん、さあこれご飯フライパンこうやって振ったりしなくてもパラパラになりますね。パラパラになるでしょう、ね、はい、お酒の旨味もねついてますのでね、はい、もうこれぐらいでいいと思います。じゃあ、ね、先ほどのね卵を戻していきましょうよね。はい、はい、ここで半熟の卵が戻って色も鮮やかですね。そうですね、はい、こうするとね卵の存在感もありますのでね、うん、あの卵でコーティングしてチャーハン作るかと思いますけど、あれだとこう卵がよく分からなくなりますよね。そうですよね、これ卵がしっかり入っているのが分かるのでねいいと思います。チャーハンの作り方って人によって違うから楽しいですね。いろいろね、うん、でこれで味付けていきますね。今日はあの古漬け丸に味入ってますので、はい、これ鶏ガラスープです。おお、鶏ガラスープで。はい、そうなんですよ。塩コショウもしないんですもんね。大丈夫です。うん、あのまああのお漬け、それはやっぱりお漬物のいいとこですよね。そうか、塩気がもう、うん、広島だから出るから。そうなんです。はい、じゃあこれも味付けたところでいいですね。もうこれ仕上げに行きましょうか。はい、はい、これ仕上げなんですけど、ちょっとここ、はい、ほら、開けてね。フライパンにスペースを作りました。うん、お醤油です、はい。これを入れて。醤油を入れて、うん。で、焦がしていきますね。焦がし醤油。はい、でこれで絡めていきます。ちょっと鍋肌で焦がしてから絡める。そうなんです、いい匂いしてきたでしょ。いい匂いしてます、ね、いいですね、はい、はい、ご飯もパラパラに炒まってますね。じゃあこれできたのでもう火を止めて盛り付けていきましょうかね、先にね、はい、はい、あー、いい香り。よいしょ、あ、すいません、ありがとうございます。
あ、いいですね。ですね。はい、これぐらいかな。おいしそう。はい、じゃあこれを盛り付けて、さあスープも仕上げていきましょう。はい、スープの方なんですけど、あ、しっかりアクを取っていただいて。はい、ひたすらアクを取りました。はい、ここ味付けていきましょう。はい、これも鶏ガラスープを入れます。はい、はい、ですいません、お玉取っていただけますか。はい、はい、でここに味噌を入れますね。よいしょ。でこれを溶かしていきますね。はい、でお味噌なんですけれども、はい、これ本当にあの台所、あの冷蔵庫にあるいつも普段のお使いの味噌でいいと思います。合わせ味噌で、はい、でこの味噌が溶けたらもう出来上がりです。じゃあスープの方もついでいきましょう。はい、はい、じゃあありがとうございます。これついていきましょうね。今日のスープは本当この広島のチャーハンと合いますよね。合いますよね。うん、温まるんですね。生姜にね、切れてますのでね。はい、さあ本当味噌汁よりはちょっと味噌ラーメンに近いようなね。そうですね。うん、じゃあこれね、ちょっとネギ入れましょうね。はい、緑が入ると美味しそうになります。はい、出来上がりました。いい、ね、はい、さあこちらで広島菜のチャーハンとポカポカ味噌スープ完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。チャーハンを作る際は事前にご飯にお酒を振っておくと仕上がりがパラパラチャーハンパラリと仕上がります。旨味も加わりますね。失敗が少ないです。そして乳酸菌発酵させた広島菜の本漬けは油との相性がいいんですね。炒めることで旨味がアップします。ポカポカ味噌スープには生姜やニンニクも入っているのでパンチのあるちょっと変わった本当にこの冬おすすめのスープとなっています。この2品ね、ぜひこの相性がいいのでね、合わせて作ってみてください。さあそれではチャーハン大好き先生、はい、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。はい、どうぞ。本当チャーハンが好きなんです。大好きです。でもなんかいろいろあるじゃないですか、やり方が。そうですよね。卵とご飯を一緒に混ぜて炒めた方がいいとか、いろいろやってみましたが、はい、お酒を振る。そうなんですよ。はい、いただきます。どうですか、チャーハン大好き。美味しいです。あ、いいですか。まあバッチリです。本当だ、いい感じにお米がこう粒立っててパラパラ で広島菜がやっぱり合いますよね。いいですね。うん、普通女性アナウンサーだったらね、リゾットが好きとかパエリアが好きって言った方が好感度は高いと思うんですけど、うちの先生さんはチャーハンが大好きです。いいです、チャーハン美味しいですもんね。うん、美味しいです。でまたこのスープと今日は本当に合わせて作ってほしい。あ、ね、うん、あ本当だ、全然お味噌汁じゃない、豆板醤が効いててちょっとね、中華エッセンスが入ってる。はい、美味しい。これね、お餅入れて食べられても美味しいですよ。そうなんです。うん、ここにお餅とかね、あと何でしたっけ、春雨、春雨とか、はい、あ、そうです ね食べるスープにしてもいいということなんでね。はい、確かに相性ばっちり。ぜひ皆さんも試してみてください。うん、さあ明日は野菜ソムリエの花井さんに納豆のもっちりチヂミと甘酒ラッシーを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。